はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、いらっしゃいませ。いくら専門店へようこそ。大将の龍です。さあ本日なんですが、いくら専門店をね開店していきたいと思っておりまして寿司デッキですね。寿司デッキ、軍艦デッキ、軍艦がね、パックで、前回のパックでね、登場したんですけども、マスターデュエルまだいくらしかないんですよ。いくらの軍艦とシャリの軍艦しかなくて、いくら専門店って言われてるんですよね。マスターの寿司デッキ。頑張ってデッキにしてきました。で、デッキレシピはね、概要欄に貼ってあるんで、わかんない方だったら見ていただきたいなと思うんですけども、今回の、寿司デッキはですね、いくらの軍艦とシャリの軍艦に、おもちゃ箱のギミックを、合わせた、おもちゃ、ハッピーセット、ハッピーセット付きいくら専門店のデッキとなっております。はい。で、いくら、の軍艦とかシャリの軍艦とかってどうやって展開していくかっていう話をしていくんですけども、基本的にはですね、このね、軍艦どころ海戦っていうね、このカードを発動して、で、軍艦モンスターであるこのイクラ型一番艦っていうこのエクシズモンスターをエクシズ召喚して展開していくっていうデッキになってます。まず軍艦どころ海戦が何するかっていうと、一旦に一度自分が軍艦モンスターの召喚、特殊召喚に成功すると、デッキから軍艦カードを1枚、デッキの一番上に置きますよという効果を持っています。で、これでですね、デッキに置いた、例えば、シャリの軍艦とかをイクラの軍艦で特殊召喚したりとか、あと、イクラ型一番艦でドローしたりとかして、戦っていくっていう感じですね。例えば軍艦どころ海戦を発動しておいて、イクラの軍艦を召喚しますと。で、イクラの軍艦が召喚されたんで、軍艦どころ海戦の効果で、シャリの軍艦を、デッキトップに置きまして、で、イクラの軍艦の効果でデッキトップのシャリの軍艦を、3枚めくって、シャリの軍艦があれば特殊召喚できるっていう効果があるんですよね。で、これで、シャリの軍艦を特殊召喚して、で、イクラの型一番艦のエクシズ召喚していって、で、イクラ型一番艦っていうのは、シャリの軍艦を素材にしてれば1枚ドローするっていう効果と、あとイクラの軍艦を素材にしてると2回攻撃できるっていう効果があるんで、この辺の効果を付与して、戦っていくっていう感じの、そういうデッキですね。で、めちゃくちゃね、簡単に言うとね、弱いんですよ。めっちゃ弱いんですよ。びっくりするぐらい弱いんですよ。軍艦デッキって、ネタデッキだからね、寿司だけに。だから、介護してあげる必要があって、いろいろね、展開を。例えば、今回入ってるのは、ランク4が結構並びやすいので、寿司屋の大将こと、未来竜王ホープさんとか、あと、エクシスモンスターが戦闘を行うと、その上に重ねられる、エリアマネージャーこと、アーゼウスさんとか、この辺のモンスターを活用して、戦っていくっていうデッキになってますね。で、一応ね、シャリの軍艦が出てこないと話始まらないんですよ。シャリの軍艦を、場に出す、勝手札に加えるっていうのが重要になってくるんで、この辺の、効果、どういう効果使ってもいいんだけど、出せるんだったら、例えばレスキューラビットとか、これデッキからね、レベル4の通常モンスター特殊ができるんで、これでシャリの軍艦出していきたいとか、それから、今回対応しているおもちゃ箱っていうギミック、これ人形の幸福からおもちゃ箱持ってきて、で、おもちゃ箱叩き割ると、おもちゃ箱の効果で、攻守どっちかがゼロの通常モンスターを2体まで、別名だったら特殊ができるよっていう効果あるんですよ。これで、シャリの軍艦と、ドルのモンスターガールちゃんっていうね、このモンスターを、特殊召喚して、一番艦にしてもいいし、ドールモンスターガールちゃんと、シャリの軍艦で、例えば、プリンセスコロンにしてもいいしみたいな感じの構築になってます。でね、ランクまでやってみたんです。最初ランクまでいろいろ調整してやってみたんですけど、とてもじゃないけど勝てんってなって、フリー対戦用のデッキにしかならないかなっていう感じになっちゃったんですけど、楽しいデッキではあるので、ぜひね、皆さんも組んでみていただければと思います。意外と安いですしね、この辺抜けば。で、この切り裂かれジェミっていうカードがね、エースカードでございまして、これ通常モンスターを素材にしているエクシーズモンスターがぶん殴るときに、打点がアップするっていうね、効果と、あと通常モンスターが、召喚特殊化すると1枚ドローするっていう効果あるんですよ。だからこの辺のね、切り裂かし闇とかを発動できれば、結構この、いくら型一番艦とかでも、意外と活躍できるかなっていう、そんな感じのデッキです。動かし方はね、動画ご覧いただきながら、見ていただければと思いますので、早速やっていきましょう。デュルッスタンバイ、いくら専門店開さあいくら専門店開店していきます。ハンドクス、でも軍艦どころあんの、軍艦どころあんの、意外といけるね。軍艦どころ海戦の効果を発動。
軍艦どころ海戦っていうカードの名前のセンスいいよね。でレスキューラビットの効果を発動。レスキューラビットの効果によりデッキより、シャリの軍艦を特殊召喚。そしてシャリの軍艦が特殊召喚に成功した場合、軍艦どころ海戦の効果を発動。デッキトップに何らかの寿司を置くことができるぜ。これによって俺はイクラの軍艦をデッキトップに置かせてもらうぜ。そして俺はシャリの軍艦とシャリの軍艦でオーバーレイネットワークを構築。エクシエンス召喚現れろ。イクラ型一番艦、はい、いらっしゃい。イクラ型一番艦の効果を発動。イクラ型一番艦の効果によるカードを一枚ドローできるぜ。カードを一枚セット、走ろう。弱え弱え、マジ弱え、バカみてに弱え。あ、ちなみにイクラ型一番艦さん何もしません今。はい、あの相手ターンでは何もしません。こいつは2回攻撃ができるっていうだけです今。ミュートリア被験体、ミュートリア M、 わかんねえテーマ来た、わかんねえテーマ来た、なんかわかんねえな、誰これ。ミュートリア全然知らないからわからない、何するんですかこれは。リリースすると、ということはまた自分のフィールドの表側表示のモンスター除外すると、除外したカードの種類によって、なんかを特殊ができるのね。はい、なるほど。はい、ミュートリアルビーストとかいうのが謎のモンスター、打点高えな。ミュートリア反射作用、ちょないやそれ、そのこのモンスターの効果もその魔法の効果も知らないんだけど。いやなんか強いなこいつ。魔法カードの効果と発動した時、自分の手でフィールドからカードを1枚除外するとその発動を無効にして除外すると書いてあるぞ。おい強えなお前、おふざけんな。このカードが相手によって破壊された場合、除外された場合、自分なるほど。でこの人は相手モンスターを除外する、やばくね書いてること。待って、書いてること強いんだけど、なんかお前書いてること強いな。ちょっと待ってくれ、これ回線ってこれ相手のターン待ち何もしないかな、これこのコンボ、相手ターン何もしないコンボ、気まぐれ軍艦握りを発動。気まぐれ軍艦握りの効果により気まぐれに軍艦を握らしてもらうぜ。さあどれが食いてえ、お前はどれが食いてえ。ああ今一番いられるの来た、今一番いられるの来た。でなんか除外するんだっけこの人は。ミュートリア反射者だ、うわふざけんな、マジでマジでふざけんな。これお会計拒否だろこれ。魔法カードの効果発動無効にするんだよなこれな。あれなんか魔法カードの効果無効にしてって書いてあるぞ、やばいぞ。おいどうなってんだ、ふざけんなお前、お会計拒否してんじゃねえぞ。さあ軍艦どころ海戦の効果を発動。軍艦モンスターが特殊召喚に成功した場合、デッキトップスをなんかシャリの軍艦にできるぞ。おいこれ無効にするのか、おいふざけんな。お会計拒否してんじゃねえぞ、ただ食いは許さないぞ。おいマジでふざけんなこいつ。まあ、でも一応デッキトップワンチャンかけるか。イクラの軍艦の効果発動。イクラの軍艦の効果によりデッキトップ3枚を見てシャリの軍艦があれば。なかったですね、すいませんでした、すいませんでした。かわいそうに、イクラの軍艦さんかわいそうに、イクラ専門店だっつってのにあいつイクラ食べるの拒否してるんですよ先生。ちょどうにかしてください、イクラ専門店なんですから、イクラをお客様、イクラを食していただかないと食べるものないですよ。いや本当になんかわからんけどめっちゃ並ぶな、並ぶけどなんかお前も弱いな、なんか展開。お前もそこそこ弱いな。気まぐれ軍艦握りを発動。気まぐれに軍艦握りの効果により、俺は軍艦をデッキに戻すことによってカードを1枚ドローすることができる。ほいほいほい。さあこれで廃棄物処理、一回廃棄した、シャリをねもう一回機械にかけて、もう一回出すっていうね、ちょっと若干食品衛生法違反みたいなことをしてます。ちょっとマジで頼む、これ一回ちょっと人格してシャリの軍艦出すの人格するしかないな。まずはシャリの軍艦がめくれることを祈る。めくれた。これは寿司握れるぞ、これは寿司を握れる、これは寿司を握れる。こいつは魔法カードの効果だな、魔法カードの効果が発動した時だからあんま関係ないな今。俺は
イクラの軍艦とシャイの軍艦でオーバーレイエクスチェンジ召喚。イクラ型一番艦いらっしゃい。イクラ型一番艦の効果発動、カードを1枚ドローするぜ。そしてこのまんまバトルフェーズに移行するしかねえ。いけイクラ型一番艦。おお、お客様しっかりとイクラ食していただきますよ。しっかり目に直していただきますよ。 OK。 そしてメイン2、好き嫌いをするお客様は許しませんよ。寿司屋の大将メガロギアアーセウスをエクシエンス召喚。お会計しろお前、お会計しろ。うわあ。お会計しろお前、ふざけやがって。お会計しねえとか言うやつは許さねえ。大将が出てきて相手をぶん殴ることができるかな。相手っていうか、まあお客様をな、お客様の横綱を引っ叩いて会計を強制的にさせるっていうね、まあそういう効果ですよね。はい、よし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 。気まぐれ軍艦握りの効果を発動。気まぐれ軍艦握りの効果により、さあどれが食いて言ってみろ、どれが食いて言ってみろ。さあ食いても食わしてやるよ。軍艦どころ行ったらマジで痛えな。これ軍艦どころあればめっちゃ強かったんですけどね。非常に厳しいといったところ。テラフォーミング来た来た、これ回転できるわ。回転準備します、回転準備します。そして、軍艦どころ回線を発動。さあこれによってまずは死者蘇生を発動し、墓地で存在するシャリの軍艦を特殊召喚。シャリの軍艦はが特殊召喚に成功した場合、軍艦どころ回線の効果が発動するぜ。まずは軍艦どころ回線の効果により、これチェーン1これでいいのか、チェーン1これとチェーン2これでいいのかな。え、あ、切り裂かれし闇でドローしちゃうのこれ。これあれか、切り裂かれし闇発動しなくてもいいのか、まだ今これはデッキ選択か、間違えたな。こいつをトップに置く、あ間違えた、これドローしちゃうわ。なるほど、今のは切り裂かれし闇発動しなくてもいいんだな、このタイミングで。こうしてで、これあんま意味なかったら、これで特殊召喚した方が強かったもんね。これこれで特殊召喚した後にエクシーズしてワンドローの方が強かったな。まあいいや、はい。でこれはもうどうでもいい。そしてですね、どうしましょう。まあこれもう一回握っていきますか。もう一旦握っていく。はい、おい、いらっしゃい。いかなかった一番艦。そして一番艦の効果はそう、カードを1枚ドローしていく。これで切り裂かれし闇の効果でトップに置いたカードをドローすればいいから、これ多分ちょっとタイミング間違えましたねこれね。さっき置くと切り裂かれし闇のタイミング、これはマジで弱いな。これあれか、シャリの軍艦でぶん殴ったらこれ勝てんのこれ。2200、2200、2000、3000、これ勝てそうじゃね。さあお会計してもらうぞ。金払え。なんだそれは。ニュートリア超古体系、わかんねえよなこれ。え、これから外し50でデッキからレベル4からニュートリアモンスターいったら手の中特殊ができる。何、めんどくせえな。あ、なんだこいつは、こいつは何するマンだ。ちょっとマジでわからん、マジでわからん。効果めっちゃ発動されてる。え、でもこれ死ぬぞお前は。とりあえずイクラ型1番艦は2回攻撃することができるぜ。いけイクラ型一番艦でダイレクトタック。そしてイクラ型一番艦の効果発動、相手のフィード上のカード1枚を破壊することができる。そしてシャリの軍艦でダイレクトタック、さらに大将でダイレクト、あ足りねえ。おいお客様、食べ残しは困りますね。お客様食べ残しは困りますね、非常に非常に困りますね。食べ残しはちょまずいですね。ちょまあ、いい加減諦めろよマジで、いい加減金払えや。おい食べ残しは許さないっつってんだろ。あとはとりあえずまず1回リンク召喚するか、1回相手のなんかトラップを踏みに行こう。
行け、トロイミア・フェニックス。トロイミア・フェニックスの効果発動。トロイミア・フェニックスの効果により、俺は手札を1枚墓地に送り、相手のマジックトラップカードを1枚を破壊するという効果を持っている。さあ、ミュートリアスの産声。ちょ、何それ、わからん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 、ちょマジでわからんわからん、カード連発されてる。ちょ、相手からしても多分わからんわからんって言ってんだろうな。あ、何してんだこいつ。あ、融合、融合なんだこれ。へえ、融合を出せる、なるほど。こいつはフィード上のカードを一番対象としてそのカードを破壊するってか。おい、てめえ何してくれてんだ、対象ぶっ殺しやがって。殺人事件だこれは。これは殺人事件だ。穏やかじゃねえな。こいつは今何もしねえのか。こいつは今何もしねえな。こいつは今何もしねえんだったら、気まぐれ軍艦握りの効果発動。気まぐれ軍艦握りで、廃棄物をもう一回ちょっと、リサイクルしますね。この店絶対食品衛生管理できてないでしょ。廃棄物一回戻してもう一回使いますっていう。ジャッジー、お、なるほど。人形の幸福はいいですね。人形の幸福活動。人形の幸福の効果によって、おもちゃ箱を手札に加えるとかいう最強の効果を持っている。よし。出た。人形の幸福の効果を発動。人形の幸福の効果によって、手札のおもちゃ箱を叩き割ることによって、ドールモンスターを墓地に送り。あれ？もうドールモンスターいない。あ、もうドールモンスターいない。デッキにやってしまった。なるほど。なるほど。なるほど。じゃあサモンプリーストだな。サモンプリースト召喚。サモンプリーストのことによって、ぎっくり腰になってグキッとなる。そして、サモンプリーストの効果を発動。サモンプリーストの効果により、魔法カードを1枚切ると、デッキより通常モンスター、シャリの空間を特殊召喚できるぜ。へいらっしゃい。そして、軍艦どころ海戦の効果を、後にすればいいから、こうですね。これで海戦の効果を使い、デッキトップを引きたいモンスターにできる効果、これによっていくらの軍艦を手札に加えていく。よし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 。お前にはしっかりといくらを食べてもらうぜ。そして、イクラの軍艦の効果によってよーし。さあ出てこい、シャリの軍艦、フィードショイ。そして俺はイクラの軍艦とシャリの軍艦でオーバー、あれ、あ、もうない、やばい、ちょい、店長、店長イクラ切れてます、店長、店長イクラ切れてます、まずいです、ちょ戻さないと。一旦戻さないと。ちょっと待ってくださいね。軍艦とサモンプリーストで、クシズ召喚、現れろ、ダイガスタエメラル。そしてダイガスタエメラルの効果発動。ダイガスタエメラルの効果によりオーバーレイユニットを使いながら、墓地のカードを戻して1枚ドローするとかいう効果。いくら型1番艦も戻して、もう一回これアーセンスできるんですよ。これでいっか。俺はこの3枚をデッキに戻してカードを1枚だろう。で、そいつはなんか効果を受けなくなるのね。はい、モンスターが発動した効果を受けなくなると。はい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 、いいでしょう。よし、これでイクラ型1番艦戻った。俺はシャイの軍艦とイクラ型1番艦、イクラ型1番艦じゃない、イクラの軍艦とシャイの軍艦でオーバーレイネットワークを構築、エクシエンス召喚、イクラ専門店へようこそ。へいらっしゃい。よし、これでぶん殴っていくぜ。よし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 、バトルだ。イクラ型1番艦でお前のミュートリアを攻撃、そして攻撃宣言時、切り裂かれし闇の効果、うおお客さんおかわりです、ご来店ありがとうございました。寿司屋デッキマジで何もしないのやばいよね。相手だ、本当に何にもしないよ、相手な。人形の幸福活動。人形の幸福の効果により、デッキから、おもちゃ箱を手札に加えさせてもらうぜ。そして、人形の幸福の効果を発動。
人形の幸福の効果により手札のおもちゃ箱を叩き割って、デッキよりドールモンスターを墓地に送り、おもちゃ箱は効果が破壊された場合、デッキから攻守どっちかがゼロのモンスターを種類が違えば特殊召喚できるぞ。2体まで、さあ来い、シャンド軍艦と、ドールモンスターガールちゃん、そしてシャリの軍艦とガールちゃんでオーバーレイネットワークを構築。エクシエンス召喚、あらあらろ、プリンセスコロンちゃんこれ店のあれです、あの看板娘です。はい、これあの寿司屋いくら専門店の看板娘で、看板娘のここによっておもちゃ箱を特殊化、これハッピーセットね、これあのうちの寿司屋のハッピーセットで、テラフォーミングの効果と軍艦どころ回線 を手札に加えさせてもらうぜ。そして軍艦どころ回線を発動、そして俺はシャリの軍艦を召喚、そして軍艦どころ回線の効果は発動した方がいいのかな、一応さして発動するか。これによってデッキトップに、これは軍艦握りかな、軍艦握りを置かしてもらうぜ。そして通常モンスターシャリの軍艦が存在する場合、イクラの軍艦は特殊召喚できるぜ。そしてシャリの軍艦とイクラの軍艦でオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚、現れろイクラ型1番艦、はい、らっしゃいそして同じランクで、ナンバー2以外のモンスターが2体でオーバーレイエクシエンス召喚、未来王ホープ、そして未来王ホープ1体でオーバーレイと最高地区エクシエンス召喚、未来竜王ホープこれあれです、あれですね、店長ですね、店長です、はい、寿司屋の店長こいつ沼地のマシーンよ、何、なかなかいいカードを使ってるじゃないか、沼地のマシーンよ、融合いいだろう、なるほど。あ、ちょっと言い忘れてたわ、今回デッキがバチボコに弱いくて、ランクスだと一生勝てなかったんで、ルーム戦で対戦しておりますバチボコに弱くてランクスだとほんまじボッコボコのボコにされて、何もできなかったんで、はい、須田吉と断っておきますね。これ送りスコーピオンの効果無効にしたいんじゃない、これ一旦店長の効果発動、店長の効果によりお客様のクレームは受け付けませんお客様のクレームをしっかりと対処していく、でお客様を時伏せで味方にしていくスタイルね、融合、何お客様の文句一方的になんかちょっと無効にすんの、これおかしくね、これこの店長、時の魔導士何、まあいいよ、未来竜王君はね戦闘効果では破壊されないっていうなんか余計な効果ついてるんで、時の魔導士でどっちしても無効にして破壊されないとかいう最強の効果持ってください、言ってえなお前、許さねえぞてめえよ、うちの商品ゴミ箱に捨ててくれやがってよ、許さねえよお前はマジで許さねえからな、これはこれデッキトップどれでこれでいいのかな、こうしといて、はい、ほんで気まぐれ軍艦握りちゃんでまた寿司をサーチさせてもらうぜよし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 、あれなんか気まぐれ軍艦握りのなんかあれチェーンねえな、これあれか、これもしかしてあれか、全部墓地行ってるからかこれおいもうサーチするカードないってか、やべえ、おやべえ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 、それはやばい、ちょっと待って、まあ一回人形の幸福使おう、人形の幸福効果、人形の幸福でおもちゃ箱を手札に加える、これデメットにしてみるのか、こうしといて、え待って、これどうしたらいいんだ、じゃあ戻せばいいのか、一旦サーチできるように戻せばいいんだな、つまりはこの寿司屋さ、なんかさ、最近なんか米が高くてちょっとあんまりね米仕入れられてないんですよね、だからちょっと廃棄した米も使っていくしかない、これは廃棄した米もねしっかりと使っていくしかない、寿司戻しましょう、これ戻して
シャリを戻して1枚ドロー。はい、あ、オッケーで、これで使えるようになったか。これで、使えるようになったので、ですね、気まぐれ軍艦握る発動でいいですかね。これはですね、気まぐれ軍艦握る発動して、デッキからシャリの軍艦を加えるとかいう謎の効果、あまりにも謎すぎる効果使っていく。ちげえわ、これいくらでいいんだ。こうだ、いくら来い、いくら来い。蘇生あるから、これいくらでいい。ここはオッケー、いくら来い、いくら握ってるから、今からいくら握ってるから、いくら来い、いくら選べよ、おい客、おい、いくらを選べ、いくらを。あ、来たオッケーで、いくらの軍艦召喚、そして軍艦どころ回線の効果と、軍艦どころ回線の効果によりシャリの軍艦をデッキトップに置いて、そしていくらの軍艦の効果発動。はいはいで、いくらの軍艦を、あ、シャリの軍艦を特殊召喚、そしてシャリの軍艦といくらの軍艦でオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚、行け、いくら型一番艦、いらっしゃい、ドーン。さあ、しっかりとお会計してもらいますよ。いくら型一番艦でダイレクトアタック、そしてダメージを与えた場合、いくら型一番艦の効果発動、相手のカードを一番破壊していく。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。いや、マジでこのデッキゴミほど弱いな。ハンド強そう、でもハンド強そう。人形の幸福発動、人形の幸福発動して、おっと、なんかありますね、何かありますね。あ、裏なんです。まあ、OK、いいでしょう。まあ、そのぐらい許し差し上げましょう。では、これはシャリの軍艦一回持ってくればいいかな。シャリの軍艦持ってこよう。苦渋の選択で、シャリ落としてシャリ持ってくる。はい。で、シャリ持ってくる。で、軍艦どころ、回線発動。さあ、回転準備に取り掛かるぞ。回転準備に取り掛かるぞ。で、これで、トップに置いとくのは、これちょっと一旦シャリの軍艦でこれもう一回逃げ出せますか。で、いくらこうするでしょ。で、これトップは、特殊召喚せずにちょっと一回これ持ってきておきましょう。これでこのいくら型一番艦が破壊されると、もう一回シャリの軍艦特殊召喚してもう一回握るっていうことができるんですよね、一応。マジで謎コンボだな、これ。で、セットで、エンドですかね。さあ一体お相手の方はどんなのキャンでしょうか。ああ、ライバル店だ。ライバル店やった。ああ、強い、あっちの方が強い。やばい。かけっとかけ強いな。かけっとかけの効果強いな。かけっとかけを特殊召喚できる手だから、はい、いいでしょう。で、デッキトップに何かしらのカードを置くことができるとかいう効果ある。シャイの軍艦いいだろう。ねえ、いくらの軍艦の効果でやばいぞ、相手も握ってくるぞ、これ。これ相手も握ってくるぞ、やばいぞ、おい。さあ、切り裂かれ者の効果で1枚取ろう。強い。ライバル店の寿司はね、拒否していきましょう。ここだ、いけ、神の宣告を発動。寿司拒否。寿司は拒否。エンドベース、いいだろ。自分だけ拒否してるのおかしいだろ。あ、俺も来た、うちも来やしたぜ。さあ、切り裂かれし闇を発動していくぜ。さあ、切り裂かれし闇を発動し、まずは俺はシャリの軍艦を召喚、そして、まずは切り裂かれし闇の効果をチェーン1、
そして軍艦どころ回線の効果をチェーン2で発動、デッキトップに何らかのカードを置くことができるぜ。さあどうする。よし、許容された。俺はデッキトップにいくらの軍艦を置くことができるぜ。そしてそのままカードを1枚取ろう。ひっ、よし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 、握っていくぞ。なにな、に貴様なかなかやるじゃねえか。いくらの軍艦の効果を、もうでもあれか、軍艦ねえのか、軍艦ねえか、あんま関係ねえか。一応ぶん殴ってっか。俺はシャイの軍艦とイカラの軍艦でオーバーレイネットワーク構築。エクシーズ召喚。おい、相手の店なんかゴキブリ混入してるぞ。おい、おかしいだろ。相手のデッキもなんかゴキブリ混入してるのおかしいぞ。バトルフェーズだ。行け、イカラが大地盤艦でアタック。そしてキリスタカレシ闇の効果発動。うおー、いっけ、うおー、これ勝てるかワンチャン。そして、イグラ型一番艦の効果発動。相手のキレサカラシ闇を破壊。さらにイグラ型一番艦の効果発動。こいつ耐えちねえのかこれこいつの下の方が耐えちねえのかこれ。お前のフィールド魔法も破壊させてもらうぜ。なんて強えんだ。さあお前のフィールド魔法とキレサカラシ闇を破壊させてもらうと、そしてイグラ型一番艦で誰叩く、一回誰叩く、しゃあ。これで3つ、一応大将出しとく、一応大将出しとく説あるな。未来レオ君も結構強いけど、まあ、こいつさすがに大将か。一回大将くせえな。一回大将で、これ次のターンのなんか相手の展開大将で、一回お客さんお帰りいただければ多分ね、あれなんですよね、いけるんですよね。お客さんお帰りいただければどうとでもなる。あとは相手の展開をこの大将の効果で拒否すればいける。ここだ、いけ、大将の効果発動。すべてのカードを墓地に送らせてもらう。残念でしたね。お客様、ただ食いはご勘弁いただきますよ。予想外。あ、なんかまだ展開しようとしてるぞ。おい、やめろ。いや、ちょっとただ食いは困りますよ、お客様。お客様、お客様、お客様、ちょっと待って、まだ展開されんの。嘘、やばい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 、え、これ何やってくるこれ。ちょっと待って、聞いてないよ。そんなに展開力があるって聞いてない。おい、ライバルチェーン店の展開力すごいぞ。おい、あ、全国展開してんじゃねえかあれ。おい、やばい、うわ、待てよ、まずいぞこれ。エクシーズモンスターが戦闘を行うな、これ。ストイックチャレンジ、なに、まずい、非常にまずい、これは非常にまずいぞ、これは非常にまずい、これは非常にまずい、まずい、やめてくれ、大将を出すのだけはやめてくれ、やめてくれ、大将を出すのだけはやめてくれ、大将大将大将だけはやめてくれ。使えんのかこれ。もう無理だ、もうダメだ、もう閉店時間だ。もう閉店時間だ。もうシャイの軍艦もうデッキにないから何も出せない。ご提供できる料理がもうありません。ご来店ありがとうございました。